15系を2敗。日本最速、そして2団体統一も果たした元 WBA、WBC 統一、世界ミニマム級チャンピオン。さらに日本最速2階級制覇、元 WBA 世界ライトフライ級チャンピオン。そして世界最速3階級制覇、元 WBA 世界フライ級チャンピオン。今年もボクシング界の大トリ10度目の大晦日、日本初男子世界4階級制覇、本日4度目の防衛戦、 WBO 世界スーパーフライ級チャンピオン、井岡一翔。世界戦だけで20戦のキャリアを誇るチャンピオン井岡一翔、4度目の防衛戦です。青コーナー挑戦者、114パウンド4分の3、角海宝石ジム所属、2016年度大会技能賞にも輝いたスーパーフライ級全日本新人王。ここまで15勝14 KO 4敗、世界4団体すべてで挑戦権にランクイン。天から与えられたこのチャンス、無謀な賭けか、それとも実力の証明か。WBO 世界スーパーフライ級第6位、そして今夜のタイトルに集中し全てを返上した前三冠王者、第43代前日本スーパーフライ級チャンピオン、前 WBO アジアパシフィックスーパーフライ級チャンピオン、第38代前 OPBF 東洋太平洋スーパーフライ級チャンピオン、ザ・リロー・パキアオ、福永亮次。プロボクサー二足のわらじでたどり着いた大一番、遅咲きボクサーの下克上なるか、福永初めての世界タイトルマッチです。WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、3分12ラウンドで行われます。クリーンファイトを期待します。以上、チャンピオン井岡、4階級制覇チャンピオン、4度目の防衛か、それとも35歳にして初めての世界タイトルマッチ挑戦。ガードの上でいいよ、ガードの上。僕らが狙いすぎな、狙いすぎなよ。まずは立ち上がり探り合う両者です。放送スペシャルゲストは千原ジュニアさん、そして東京オリンピック柔道男子100キロ級金メダルのウルフ・アロンさん、解説は元世界チャンピオンのお二人、内藤大輔さん、内山隆さんです。どうぞ皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。リポーターチャンピオン井岡陣営は赤荻歩美アナウンサー、そしてチャレンジャー福永陣営は関山真也アナウンサー、実況伊藤でお伝えします。左ボディ右ボディ見せたチャレンジャー、右ショートアッパー井岡が当てています。チャレンジャー福永選手、やはり行く気満々ですね、はい、でも井岡選手は、まあ、いつも通りっていう感じですね。スタートはじっくりじっくり相手を見ながらっていうスタイルなんで。左ストレートバックステップでかわした井岡です、ね、やっぱり冷静ですねチャンピオン、はい、うん、もっと、ね、行かないとチャレンジャー厳しくなりますよ。そうですか。35歳チャレンジャー、初めての世界戦の福永、そして井岡は32歳、世界戦だけで20試合のキャリアを誇ります。左のジャブボディを打った井岡です。まあ、ですから内藤さん、はい、チャレンジャーからするとやはりこの盤石の井岡を崩すためには序盤から積極的に仕掛けるという。そうですね、あの仕掛けなきゃダメだと思いますし、はい、ガンガン行くべきだと思うんですけど、ちょっと行けてないチャレンジャーがいますね。あとあのサスポなんだから右回りしなきゃいけないんですけ ど、 あのチャンピオンのペースになってますね。左回りになってますよ。千山さん、このサスポの、はい、まあ、この右のオーソドックスファイターに対するセオリーというのがあるわけですね。そうですね、まあ、基本的には、まあ、左あのサウスポーの場合はやっぱり足を外に取るというのがセオリーなんですけど、はい、まあ、あの右ストレート優香です。確実にそういうわけじゃないので。なるほど、はい、パッキョなんかも内側に足入れてから内からストレート打ち込んだりするので、はい、ですから井岡選手の左足と福永選手の右足、どちらが外にあるかというところで一つこの主導権争いが見えてきます。ショートアッパー井岡、あーいやパッキョ、残り10秒切りました第1ラウンド。井岡ガードがいいですね、すごく。ガードを高く上げている井岡、チャンピオンという雰囲気もあったんじゃないでしょうか。まあ、やはり、ね、あの井岡選手も強いですから、なかなかそう簡単に打たせてくれないですよね、はい、
右足前サウスポースタイルチャレンジャーの福永、ジャブで打って出ましたがバックステップ、左足前のチャンピオンの井岡です。両者の体格差ところでというところで言いますと、身長は福永が170センチ、井岡が 164.8センチ、ですから福永のチャレンジャーの方が上回っています。今浅いですけど左ストレート入りましたよ、はい、その左のストレートが大きな武器である福永です。リーチというところで見ると福永が169センチ、井岡は 168.8センチ、ですからこの腕の長さという意味では内山さんさほど差がないんですね、はい、そうですね、まあ井岡自身も身長自分より高いやつをたくさんやってますから、はい、そこの差っていうのは気にはしないと。右が当たった井岡です。左のボディジャブ井岡、外に踏み込んで打っていこうという福永でした。福永の右足と井岡の左足、今井岡が外側を取っています。伊藤さん、はい、チャンピオンサイドです。それまさに足ということで言いますと、陣営としては左回りを意識しようという指示ですね、はい、もう一つは攻撃に変化を入れろというそういった指示です。あ、そうですか。パンチをまとめるのはチャレンジャー福永です。左回りですから外側から左ボディ井岡です。左ボディ、これも井岡一つ内藤さんおっしゃっていた、はい、その足の外内という意味では、はい、左回りで行こうという井岡なんですね。そうですね、きちんと足を出すことを意識していると思いますよ、はい、左ジャブ当たった。あと相変わらずガード外ですね、チャンピオン。そうですか。伊藤さん、はい、チャレンジャー福永サイドとしましては距離が意外と近いのでパンチが当たるという本人の感触があるようですね、はい、ガードの上でいいから上下を散らして狙いすぎないように打っていこうという指示が出ています。そうですか。チャレンジャーサイド杉山アナウンサー、福永のパンチも捉えていましたが盛り返したチャンピオン井岡です。ボディへの2つのパンチは井岡、ね、今度は上に上下の内訳、ボディ結構コツコツ狙っていいですね。チャンピオンです。チャンピオン、はい、右当たった井岡、パンチをかわした井岡です。やっぱねボディ打ってからなんで上がどうしてもガード開くんですよね、はい、井岡の本当ボディのから攻める動きというのは本当すごいですよね。なるほど、福永ガードを上げる、ただボディをもらうとガードが下がります。35歳初めての世界挑戦の福永、あ、うまいですね。体を動かす福永がチャンピオンを幻惑します。左ストレート、おー、ワンツー井岡、第2ラウンド終了です。いらっしゃいますスペシャルゲストのウルフ・アロン選手、はい、ウルフさんはここまでどう見てますか。いや本当に激しい打ち合いで思わず息をするのを忘れてしまうような、はい、そういった雰囲気です。ここから試合がどうやって動くのかすごい楽しみですね、はいはい、いわゆる柔道でも喧嘩四つというのがありますが、はい、ここまで先ほどお二人の解説の中でも足の外内という話がありましたが、柔道とまたボクシング違うと思いますが、はい、どうですかその喧嘩四つというのは。そうですね、柔道も左組の人が少なくて、はい、やっぱり左組が右に対して得意になるっていうようなことがあるので、ボクシングにもそういったところがあるんじゃないかなというふうに思いますね。なるほど、はい、そのサウスポーと福永、おー、福永が当てました。なんかうまいですね今の。よかったですね。少し内山さん、はい、福永が動き方変えてますか。いやちょっとね、このラウンドもお互い最初からちょっと手数だいぶ多めにいってますね、はい、左ショートアッパー、福永が当たっている。ああボディチャンピオン、うまい。ボディストレート福永、左利きサウスポーの福永、大工とボクサーの二足のわらじ。大工では右で重たいものなどを持ち上げるという部分では左アッパーショート、右の方がパワーは強いんだという福永、ただ左の方が弱く打ったり強く打ったり緩急をつけるのができる、それがこの左のパンチだと本人は解説しています。このラウンドチャレンジャー打ち終わりを狙っている感じもしますよ。そうですか。チャンピオンが出して後を出すという、うん、動きが出てきたチャレンジャー、細かいジャブはチャンピオンの井岡、黄色いトラックス、右カウンター、左ジャブのカウンター、井岡、ワンツーはチャレンジャー。井岡は体がやっぱブレないですよね。体がブレない、はい、連打してる最中でも、もう練習通りの動きというか、
だから福永選手ちょっとこう大きくパンチを振りすぎてるんで、だいぶスタミナの方も後半どうなってくるかですね。なるほど。確かに第1ラウンドも福永選手大きなパンチの後体がこう動くようなシーンがありました。1,2 ラウンドに比べてあのチャレンジャー手が少し減ったと思うんですけど、はい、あのちょっと待ってるようじゃガンガンチャンピオンに攻められますよ。あ、そうですか。ちょっと困った感じしてます今。残り30秒切りました。第3ラウンド、お互いに見ています。ワンツーバックステップ井岡、右を当てたのは井岡です。チャンピオンもらわないですね。高いガード、ショートアッパーカウンターを狙っているチャレンジャーの福永です。ここで第3ラウンド終了です。第4ラウンドが始まりました。 WBO 世界スーパーフライ級 52.1 キロリミットのタイトルマッチです。この世界タイトルマッチ主なルールです。レフリーは中村克彦、ジャッジは3人、染谷道明、村瀬正和、飯田哲也です。レフェリーの中村は3度目の世界戦のレフェリーを迎えています。そしてレフェリーが試合続行不可能と判断しない限り、1ラウンドの間何度ダウンをしても KO にはならないフリーノックダウン制、途中採点の公開はありません。グローブは両者ともメキシコ製の84、井岡がエバーラスト社製、そして福永がレイジェス製です。偶然のバッティングによって試合続行不可能な場合は4ラウンドまではドロー、それ以降は採点による判定です。ドローとなればチャンピオン井岡の防衛となります。ショートアッパー井岡出ました。上手でしたね、チャンピオンショートアッパー。やがてにアッパーアッパーやがて近づいてパンチを振るチャレンジャー福永です。さあ内山さん、はい、序盤最後のこの第4ラウンド、どちらも一つ山作りたいようなラウンドかもしれませんが、やっぱりね、まあ、どっちかって言ったら井岡の方がやはりガードの良さとまともに顔にもらってないんですよね。そうですか。はい、だから福永選手も攻撃はしてるんですけど、なかなかまともに入ってないんで。なるほど。ジャッジ3人のこの採点の基準ですが、まずは有効打、クリーンエフェクティブヒット、その後が積極性、いわゆる手数、3つ目が攻撃につながる防御、そして4つ目が主導権争いというこの4つを基準としてジャッジ3人が10対9とテンポイントマストシステム振り分けていきます。ですから手数は出ていても内山さん、その有効打というところが少ないと相手にもダメージが与えることができない。そうですね。なので、まあまあ、コンパクトに打つと、こういうところがないですよね。今のいいの入りましたね。濃いというチャレンジャー、右ボディ井岡です。右フックから左、うまいな、強弱をつける井岡、左ボディ連打連打、パンチが出なくなった。福永ちょっと挑戦者止まりましたね。そうですね、ボディも少し効いてると思います。右ストレート、足元がふらついた福永です。チャレンジャーの左を出した時に右側の下がるんですよ、はい、そこをうまくチャンピオン当ててますよ。そうですか。やっぱね、前回の田中康生と試合した時は、ね、ガードの空いた隙間を全部打って倒してますから、そういう当てる能力が本当に良くはうまいですよね。田中康生との日本人最高対決と打たれた銘打って行われた試合、田中康生をテクニカルノックアウト勝ち、リングに沈めた井岡、右当たった。第4ラウンド序盤山を作ったチャンピオン、黄色いトランクスチャンピオンの井岡、白いトランクスがチャレンジャーの福永です。左腕を前に伸ばして井岡が距離を測る、ジャブをついて距離を測っているチャレンジャー福永。伊藤さん、はい、チャンピオン陣営、ここまでのペースいいペースだというふうに声をかけましたね、そして指示として、まあ、変化というのがありましたが、相手が左ボディを嫌がっているので、アッパー、右アッパーや左アッパーなどをコンパクトに入れていく、そういった変化を入れろという指示ですね。そうですか。左かすめました井岡のパンチ。内藤さんはここまで10対9とテンポイントマストシステムを振り分けていただいて、井岡が全てのラウンドを取っているというジャッジです。試合自体は途中採点の公開はありませんが、解説のお二人にはここまでの採点をしていただいています。
内山さんも4ラウンドまで井岡が取っているという、はい、そうですね。どのあたりを見て評価してますか。いや、 やっぱりクリーンヒット確率と、はい、やっぱディフェンスですよね。ディフェンス、はい、あ、もらってないですよね。あとジャブがやっぱ的確に当てるんですよね、はい、うん、そういうところも本当ポイントになりますよね。なるほど、このジャブも当たっています。伊藤さん、はい、福永サイドですが、井岡の圧力がどんどん増してきているので、あえて下がらず自分から前に出ていこうというシーンが出ていますね。そうです、ここからが勝負だぞと言って送り出されています。チャレンジャーの福永陣営、チャンピオンのプレッシャーを感じ、そこで下がらずに前へという杉山アナウンサーのリポート。確かに押し返しているチャレンジャーの福永。しかし本当井岡ガードが下がらないですね、はい、はい、パンチ打った後も必ずこのガードの硬さ。ジャブ、これも当たった井岡、これも当たった。こういうジャブがね、やっぱね、すごくいいんですよね。大きな派手なパンチではないかもしれませんが、はい、内藤さん、チャレンジャー右側のが低いんですよ、はい、あれはよくよろしくないってよ。左当たった井岡、このジャブから左フックも当たった井岡、右フックショート、リズムに乗ってきたチャンピオン。そうですね、うん、井岡も IBF チャンピオンアンカースとの統一戦が中止となって、そして迎えたこの防衛戦、相手のアンカハスも2月に10度目の防衛戦を挟んで、来年の春以降に井岡アンカハス両者による統一戦が再設定されるという両者の思惑もあります。ですから失えないベルト、細かいパンチ、5ラウンド終了です。勝っている福永です。第6ラウンド、試合の半分、この6ラウンドが終われば後半に突入します。少し重心を下げて低く構えているチャンピオン井岡、ワンツーから右、うん、頭から行くなというレフェリー中村からの注意です。チャレンジャー右ボディ、今一瞬右ボディ打ったんですけど、ああいうボディいいですよ。もうちょっとね、チャレンジャーもボディ攻撃増やした方がいいと思うんですけどね、はい、そうですね。今の攻防でもジャブが2つ当たっていたチャンピオン井岡です。上下の打ち分け、一方チャレンジャーも上下3つ打ちました。井岡のいいところはこの大きく無駄に動かないんですよ、はい、小さいところ小さいところで微妙なフェイントをかけて動くんで、はい、スタミナのロスも少ないんです。うん、内山さんからその大きなパンチが多くてバランスが崩れるという福永の解説もありました、はい、今この試合の半分6ラウンド目、福永はこれまでプロ15勝のうち 14KO、 前回初めて12ラウンド判定勝ちでした。右当たった井岡ですから、そのあたりのダメージ、スタミナがどうかというところです。今はチャンピオンの方が足を止めて前に出てるプレッシャーがですよ、もうだいぶ読んできたのかなっていう感じがしますね。内山さん、どういう狙いがありそうですか、チャンピオンは。いや、もう多分距離とパンチを、はい、だんだん分かってきたんで、分かってきた、もう徐々にプレッシャーずっとかけ始めてますよね。なるほど、はい、4ラウンド5ラウンドぐらいから、はい、右ボディへパンチを打った井岡、踏み込んで近い距離、井岡体を入れ替える。伊藤さん、はい、そのあたり陣営からもですね、チャンピオン陣営からもちょっと変な距離じゃなくて、この回はちょっとプレスをかけていこうかと、ちょっとずつ前に出ていこうという、そんなシーン出ていましたね。その指示通り出ているチャンピオン井岡です。ジャブ当たっている井岡、井岡の場合見てるとこう接近戦の位置はもう濃いという井岡挑発する、聞いていないと言わんばかりのチャンピオン、逆に打ち返す右、井岡がチャンピオンとして福永も濃いというジェスチャーを見せた。気持ちで応えるチャンピオン、気持ちを見せるチャレンジャー。こういう接近戦だとガードの差が出るんですよ。チャンピオンガード高いですよ、はい、もらってませんよ。右ボディから左ジャブ、細かいジャブ、ガードをしっかり固めている井岡。
井岡右目の下のあたりが少し出血しています。第6ラウンド試合の後半第7ラウンドが始まりました。 WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ 52.1 キロリミットの試合です。黄色いトランクスチャンピオンの井岡、白いトランクスチャレンジャーの福永、サウスポースタイルです。ここまでどちらもダウンはありません。左のストレートガードした井岡、左ショートアッパーこれもガードした井岡。内藤さんからそのガードの違い、内山さんからもその接近戦の時のガードの違いなども解説がありました、うん、これもガードしている井岡。やっぱ、ね、どうしてもパンチ打った時って左で打ったら右のガードが下がったりとか絶対になるもんなんですけど、はい、まあ、井岡の場合ほとんどならないですよね。ああそうですか、はい、ワンツーチャンピオンは挑発にもならないですからね。右当たった井岡、両者ともフェイント。福永はこれがプロ20戦目、26歳でプロデビューをしました。井岡は21歳で世界ミニマム級王座を獲得しました。あ、ジャブがいい。この、ね、入り際のジャブなんですよね。やっぱりこのジャブガードが低いから。福永は30歳で全日本新人王、井岡は30歳で4階級制覇を成し遂げました。これまでのキャリアの違いを見せたという井岡。うまいね、上下、今の上手でしたね、チャンピオン。で今度は上に右フックやったりとか、うまいんですよ。右、これも当たっている。井岡、足を止めて打つ。チャレンジャー感じてると思いますよ。今までの相手とも、やっぱ違うなっていう、強いな、うまいなって感じてると思います。鼻から出血チャレンジャー。やはりそれが世界タイトルマッチの凄みですか、内藤さん。そうですね、4階級チャンピオンですからね、はい、左から右、右ショートアッパー。井岡はダッキング、体を上下、鼻出ましたね。ですね、でこの、ね、状態で結構向きになってノーガードいくとまたジャブをもらうんですよね、はい。血が吹き出しているチャレンジャーの福永です。井岡は右目の下から少し出血があるだけ。いいですよ今の上下は、はい、チャレンジャー。左ボディ井岡です。出血があるチャレンジャー、右これも当たっている、左も当たっている。右当たったチャレンジャーです。ロープに追い詰めます。井岡が飛び込んできました。ボディは相打ち。残り5秒、7ラウンドが終了しました。チャンピオン足止めてますね、うん、一つ手応えが内藤さんあったんでしょうか。そうですね、などあの見切った感があるんじゃないかと。パンチをかわしている井岡。伊藤さん、はい、福永ですがラウンド間はですね、鼻血を気にする様子、呼吸が苦しい様子というのは見られませんでした、はい、左フックを狙ってきているはずなので、なるべく下から上に打っていきたい、なるべく下を狙っていきたいというのがセコンドの見立てです。あ、そうですか。ちょっと足がもつれたチャレンジャー。井岡の左フックを警戒して内山さん、はい、下から攻めたいという陣営ですが、どういう狙いでしょうか。まあ、やっぱ体立っている状態だとフックもらいやすいので。なるほど、はい、やっぱ少しも低くした方がフックではもらいづらいですから。はい、はい、そのあたり見ているチャレンジャーです。ワンツーガードした井岡。ああいうワンツーもっと欲しいですね、チャレンジャーは。あ、そうですか。うん、じゃないとどんどん攻められますよ。井岡はアマチュア、プロ、今のですね、今のはい、今ですね、右ショートアッパーから右ストレートまでつなげた井岡。チャンピオンはちょっとでも隙を見逃さないんですよ、はい。ナイスボディ。右近い距離、ショートアッパーチャレンジャーです。ガードしている井岡、ガードの上から打つ井岡。おお、足が止まった。あ、上も下も攻撃、これはもう、ね、辛いですね。難しいですよ防御が。残り1分です。福永とパンチを返す。やられる一方ですよ。
チャレンジャーは我慢して逆に出すべきです。右ボディ左ボディが当たった。チャレンジャー動きが止まった。井岡来いという井岡、この回パンチから左、こちらが人生をかけて人生を変えるとこのリングに向かいました。35歳、一世一代の大勝負。一方井岡は統一戦に向けて負けられない。右ストレート井岡、息遣いが聞こえます。ごまかしてるごまかしてる。口が開いてきたチャレンジャー、さばいているチャンピオン井岡です。はい、第9ラウンド始まりました。 WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ 52.1kg リミットの試合です。黄色いトランクスチャンピオンの井岡、白いトランクスチャレンジャーの福永、32歳の井岡と35歳の福永です。前に出るのはチャレンジャー。そうですね、チャレンジャー前に出てきましたね。また下がって少し呼び込むようなチャンピオンかもしれません。ワンツーチャレンジャー、チャレンジャー、いや、これでいいと思いますよ。チャレンジャー右ボディは井岡、下がったらやられますからね。左ボディストレートチャレンジャー、井岡右フック、井岡左ボディ、ナイスボディ、先回一緒、ジャブで距離を測る井岡、打ち返す福永、井岡、前が空いた時に打つのが上手いですよね、当てるのが、ちょっと一呼吸置いた時にスコーンとパンチ当てるんで、前に出る福永、このラウンドは福永選手、結構、やっぱね、もうね、ポイント的には多分、ちょっと分が悪いって分かってると思うんで、はい、もうあと残り3ラウンドですから、出るしかないですからね。なるほど、ザ・鬼退治大晦日決戦 in 鬼ヶ島はボクシング中継終了後にお送りします。左ボディ井岡です。12ラウンドのうちこれが9ラウンド。福永も相手を倒すパンチ力パワーを持っています。ただそれを当てさせないチャンピオン井岡の鉄壁のディフェンス。試合中盤から鼻から出血しているチャレンジャーの福永、この試合に向けて日本タイトル、東洋太平洋タイトル、アジアパシフィックタイトル、3つのベルトを返上して人生をかけて臨んでいる福永です。左ジャブは井岡、右ボディ井岡、カウンター狙ったチャレンジャー、今のカウンター良かったですね。はい、右ボディ井岡です。手止めるとチャンピオン来ますよ。はい、フェイントから左アッパー井岡、今やっぱ井岡が打ってきたタイミングで打ち返さないと当たらないですね。はい、井岡呼び込む、右ストレート井岡、そうこういう感じで右当たった井岡です。当たった感触があるためリングを回るような井岡、当てて離れてヒットアンダーウェイという井岡です。ロープに追い込んでいるチャレンジャーですがなかなか捉えさせてくれません。ロープから逃れる井岡、ワンツーかわしているディフェンス井岡です。またロープを背負って井岡、体を入れ替えてリング中央に戻りました。残り10秒を切った第9ラウンド、ここで9ラウンド終了です。ここまでの解説のお二人、内藤さん、内山さんの採点、内山さんどう見てますか。いや、僕は今のところはもうほぼ全部取ってるかなと。井岡が、はい、そうですか。内藤さんは、そうですね、僕は先ほどの9ラウンドは、まあ、チャレンジャーでもいい、チャレンジャーかなと思います。チャレンジャー1ラウンドだけ、チャレンジャーで他はチャンピオンという採点にしてます。そのあたり途中採点の公開はありませんが、陣営チャレンジャーサイドが特にどう見ているか。伊藤さん、はい、そのあたりですね、ポイントではかなり厳しいと見ているようですね。ですので打つパンチを決めてとにかく前に行く、その打つパンチの一つというのが下からのパンチということのようです。一つそこに打開策を見出したいチャレンジャー杉山真也アナウンサーです。伊藤さん、はい、一方チャンピオンサイドも下から上への攻撃、これを意識しようかという指示ですね。
買取。ガードは上げ続けているチャンピオンの井岡、かなりいろいろな動きを見せているチャレンジャーの福永。どちらも打ち終わり狙っていた。チャンピオン冷静ですよね。挑発乗らないですからね。そこがチャンピオンの強さでもあるんです。左ボディは井岡です。左アッパー井岡、顎を捉えました。今笑いました。ただ今長谷選手のパンチ当たりましたよ。そうですね、今一瞬聞いた感がある。右足ノーモーション井岡、チャレンジャーに行くべきですよ。ここは一瞬聞いてるんですよ。井岡チャンピオンがこういう動きをするときは聞いてるという。そうです、苦笑い、笑ってる、あれは苦笑いなんですよ。そうですか。大抵そういう選手多いですよ。そういうのは追いかけるチャレンジャー福永、一瞬聞いたと思いますよ。そのチャンスをつかめるか福永。右当たったのは井岡です。右もう一度井岡ショートアッパー。井岡はこれまでプロ通算ダウンは2度だけ、アマチュア時代は一度もありませんでした。その井岡からダウン奪うことができるか。左当たった、少し後ずさりの井岡。残り3ラウンド、チャレンジャーの福永が出ます。チャレンジャーはでもこのラウンドはいいですよ。はい、はい、さっきのラウンドよりも。さまざまなパンチを繰り出すチャレンジャー。井岡は足を止めた。左福永の追い足まだあります。おお、危ない危ないですね。今のタイミングがどっちか立ったよ。危なかった。第10ラウンド終了、残すは2ラウンドです。総合体育館両者に拍手が送られました。第11ラウンド、残すは2ラウンド。チャレンジャーの白いトランクス福永が前に出ます。黄色いトランクス井岡が下がりながら左にあります。チャレンジャーポイントでは厳しいのは分かってると思うんで、はい、12ラウンドよりこの11ラウンドで本当全て出し切るつもりで。そうですか。この11ラウンドで来てほしい。最終ラウンドはもうやっぱりお互い頑張りますからね。もうここは勝負に行くべき、行かないとダメですよ。内藤さんから一つポイントに挙げられたこの11ラウンド、チャレンジャー出る。ナイス、右フック、左ストレートで繋げた。あ、でもスタミナもありますね。ね、パンチ来てますね。まだ来てるね。はい、伊藤さん、はい、チャンピオンは休んでいるので先にチャレンジャーとしては手を出すこと、圧をかけること、沈み込んで左ボディストレートがポイントだと言って送り出されています。一つその左ボディストレート、宇治山さん、布石として顔面のパンチというのを狙っているチャレンジャーでしょうね。そうですね、もうボディ一発で KO ってなかなかこのラウンドだと難しいので、はい、やっぱりボディフェイントかけといって上ですね。ですね、はい、ただそのあたりはもちろん井岡も警戒しているはずです。相手で休んでるよ、休んでるよ。ワンツー井岡、ワンツーもう一度左フックまで繋げた井岡。うまいですね、今の。細かいパンチ上手です、チャンピオン。ロープを背負った福永、追い詰める井岡、来いという福永、気持ちを見せる35歳。打ち返さないとダメですよ、チャレンジャー。足が交錯する。井岡の左足、福永の右足、外に踏み込んで打つ福永、またロープを背負う井岡、気持ちを見せる福永。ナイスボディ、右ショートアッパー井岡、顔面左フック、細かいパンチ上手です。ワンツー井岡、右ショートアッパー、パンチが止まらない井岡。井岡の左足の外に踏み込んで打つ福永、ノーガード井岡。さて、さて、ロープは背負っていますが井岡、ただ効いていない、追い詰められていないという表情。小さく冷静に当てる。チャンピオンとしてのプライドを見せつける井岡、チャレンジャーとしての気概を見せる福永。チャレンジャーパンチまで生きてますね。まだまだね、倒せるパンチありますね。そうですか、はい、ただ井岡は冷静ですね。ワンツー井岡、うまいですね。ロープから脱出、一度視線をそらしてから右ストレートでした。世界初挑戦の福永とチャンピオンの井岡、最終
踏み込んで出ていくチャレンジャーの福永、パンチを打ち続ける。井岡は足を外に踏み込んだ。今度は内ショートアッパー井岡。さあチャレンジャー行くしかない。井岡は左に回る。福永の外を取る。福永も井岡の外を取る。ザ・鬼退治大晦日決戦はこの後8時からお送りします。逃げ渡った井岡です。これと入ったね、カウンターです。またロープを背負っています。内山さん、これ終始見られますが、はい、井岡は追い詰められているわけではないんでしょうか。じゃないですね。もうちゃんとしっかり見えてますから、はい、相手大きくなったところにちゃんと細かいパンチを狙ってますね。そうですか。内割りですね。特にロープを背負えば後ろには下がれませんから、その後の距離感掴んでいるということかもしれません。チャンピオンもここ倒すぐらいの気持ちでやっていってほしい気持ちもありますね。出なければ内藤さん、はい、アンカハスとの統一戦というのも開けてきませんか。そうですね。そうなんですよ。ジャジャバ当たった、うん、ノーガードの福永、うん、ワンツー強いパンチ岡、うん、残り1分30秒、10回目の大晦日のリングを迎えている井岡。福永は初めての世界戦が初めての大晦日。またロープを背負っていますが、うまくパンチをかわす井岡。また出血、鼻から血が出ている福永、足を外に踏んだ井岡。左フック近い距離を選んでいる井岡、左を当てた。内側に踏み込んで前に出る福永。しかし井岡もね、もうポイントは多分取り切ってるって分かってるでしょうけど、それでもしっかり倒しに行こうとしてますね。そうですか、うん、そういったところがすごい大事ですね。放送席の目の前でロープを背負う井岡、またリングを回る井岡。残り30秒です。そのハードパンチ、井岡を捉えられるか福永。残り20、あの差がやっぱここで出てますよ。前に出る福永、残り10秒です。右当たった井岡、ロープまで追い込む福永。しかしチャンピオン井岡押し返して両者抱擁を交わしました。福永から井岡の拳を取りに行き、世界王座防衛。これで IBF チャンピオンのアンカハスが2月に10度目の防衛となれば、井岡対アンカハス統一戦の舞台が再びやってくるかもしれません。では勝った井岡選手へのインタビュー。 WBO の世界チャンピオンのベルトを腰に巻いて井岡選手、勝利の声です。井岡選手、見事4度目の防衛おめでとうございます。ありがとうございました。10回目の大晦日、タフな相手でしたけれども、振り返っていかがだったでしょうか。